佐渡は、太宰治の短編小説。太宰は、新潟高等学校で講演をするために、1940年11月15日に、上野駅を出発。16日に、同校で講演。17日午後、佐渡ヶ島に渡る両津町の本間旅館に私宿。18日、相川町の高田屋旅館に一泊し、19日早朝、帰路に着いた。 公園や生徒との交流は耳ずく通信に描かれている。佐渡が島に渡航した時のことが本作品の題材となった。文末にはと書かれてある。何しに佐渡へなど行くのだろう。自分にもわからなかった。16日に新潟の高等学校で下手な公演をした。その翌日船に乗った。佐渡は寂しいところだと聞いている。 死ぬほど寂しいところだと聞いている。私には天国よりも地獄の方が気にかかる。今はまだ地獄の方角ばかりが気にかかる。けれども私は戦室の隅に死んだふりして寝転んでつくづく後悔していた。上陸して港の暗い広場をうろうろしていると宿の客引きに声をかけられる。番頭の持っている日下げ明かりには福田旅館と書かれてあった。 そこへ泊まることにし、夕食後旅館から外に出た。吉シという料理屋に入り酒を頼むが、カニ、アワビ、霊、次々と料理が出てくる。夜半、太目が覚め、私はドブンドブンという波の音を聞きながら、死ぬほど寂しいところの国立な孤独感をやっと捉えた。自分の醜さを捨てずに育てていくより他はないと思った。翌朝ご飯を食べながら、私は女中さんに、 昨夜、ヨシツという料理屋に行ったが、つまらなかった。建物は大きいが、悪いところだねと言った。それからバスに乗り、相川の浜の屋という宿屋に泊まった。ありがとうございます。